身長無用、医師学科生成外科専門医、身長先生ことたなべです。今日もちょっと全身全霊でね、身長を生かせること配信していきたいと思います。身長の場所は伊藤チャンネルとよろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただく内容なんですけども、13歳とね、11ヶ月のモニターさんの動画ということで、2022年の1年前のデータになっちゃうんだけど、それの方で振り返って、初心でどんな話をしているのか、どういうふうに治療して伸ばしていくのかとか、どういうふうに最終身長を予測していくのか、そういうところを皆さんにね、ご紹介させていただければと思います。13歳、14歳の方にぜひね、この動画を見て参考にされてはいかがでしょうか。それでは行きましょう。はい、それでですね、今回は13歳と、11ヶ月のね、男性の、お子さんのデータを一緒に拝見していきたいと思います。よろしいでしょうか。まず最初ね、カウンセリングの最初にってことで、冒頭で、目標の身長を教えてくださいってことですね。2022年でこれやってなかったんです。現在はこういったこともやってます。皆さんの目標の身長を聞かせていただいて、目標が高ければ私は提案も高くなりますし、目標が低ければそこまでやる必要ないでしょうというような話になってくると思います。身長伸ばせる時期で限られてます。これすごく重要になってきますね。私の方と一応14歳以上、男の子と14歳以上、女の子と13歳以上だと基本的には受診も受け付けないとか、進めてないというところで、13歳11ヶ月という年齢はそういった年齢ですので、本当にラストスパートですよとぜひ皆さんもご理解くださいと。1センチを大事にしてください。1センチの積み重ね、5センチ10センチ変化につながりますので、こういったところもぜひご覧ください。診察通常皆さん30分から60分、かなり長い時間やってますよってところをぜひ覚えておいてください。診察ではね、まず最終的に何センチになるのか、それに対してどういった治療ができるのか、それに対して生活習慣、こういったところを気をつけましょうね。こういったところをお話ししていきます。目標身長にね、こういうふうにお伝えいただいて、それに向かって私のお話をしていきますよ。で、今回ね、まず最終身長を予測していきたいと思います。よろしいでしょうか。最終身長を予測するときはね、5個の項目から総合して予測します。それに加えて、6個目の項目、採血のデータを加味して、それが正しいかどうかを吟味していくというような感じになります。5個は1つ目の項目ってことで、1つ目は現在の身長、今日の身長ですね。今日は、このお子さんはご覧いただいたときに、初身長13歳と11ヶ月で 180.6cm ですので、まあ、このまま平均的に伸びていくとどうなるかなって見ていくと、身長先生の成長シートですね、こちらの方で毎月1000名の方がダウンロードしているそうですよ。こちらの方で見ていくと、グーッといくと、このまま人 186.5 か 187.0 になるよと、ここが一瞬でわかります。こちらの方で、ね、公式 LINE で無料で配布してますので、皆さんもぜひ公式 LINE の方からダウンロードされてください。ここでこのお子さんに関して言うと、このまま平均的に伸びて 186.5 とか 187.0 ですよってところですね。すごく高いですねってところですね。それでじゃあ今日の身長いいんだけど、じゃあ昔の身長どうなのって見ていくと、昔の身長がこんな感じってことで、まあこれ超典型的な、早熟タイプかなっていうところですね。ただピーク値がそんなに早くないので、まあ、早熟タイプってそこまで心配しなくてもいいのかなと思うんですけど、まあただ早熟タイプという表現になっていきます。具体的に言うと、早熟の良くあるグラフの例ってことで、アルファとベータの角度を類似するんですよと、直線的に成長するのは18歳まで伸びないってことで、よくねこういう風なグラフが出てきますよという話をしています。ただ今回もこうやって上がってくると、やっぱここ下がってくることが多いよねって説明です。ここの上がる角度と下る角度、こういう風に類似することが多いんですよって説明ですね。一回下り始めると、ここが一つの線上に乗ることが多いですよ。ただ下ってないと、ここはまだ分からないですね、説明になります。まあざっくりとこういったところかなっていうところは、ここから分かります。でここですね、春季後半の場合だと、前年の成長率の半分ぐらいが次の年の期待値になりますよということで、例えば年間3センチ伸びたお子さんであれば 1.5 センチが伸びるよって説明になりますので、今回のお子さんに関して言うと、13歳0ヶ月で 175.9 と、で13歳の11ヶ月で 180.6cm。 ここ見てみると、 180.6-175.9 ワってやると 4.7cm 割る 11×12 ワってやると、年間で 5.1cm 伸びたって計算なんですね。直近1年間は 5.1cm 伸びたよって説明になりますので、その次はって見てみると、 5.1×0.5 ワってやると 2.56cm、 2.56 の半分ワってやってくると 1.28、まあ、その次はまあ 0.6、0.3 とかってやると、まあ、今後伸び率が分かってくると。そうすると、例えばだけど、これから伸びる身長って 0.3 足す 0.6 足す 1.28 足す 2.56 ワってやると 4.74cm あと伸びたら、身長伸びが終わるよってことで、 4.7cm ぐらいあと伸びるよってことね。例えば今回であれば 180.6cm 足す 4.7 ワってやってくると 185.3cm かな。 185.3 というのはここから分かるよって説明ね。例えばさっきのね、こういう表を見てみると 185.3 ってここら辺なわけだよね。このさっきのその早熟のグラフよりはややね甘めの予想だなってところがここ分かると。次、レントゲンの検査どうかなと見てみます。レントゲンの検査なんだけど、14歳と9ヶ月って説明になりますので、今回13歳と11ヶ月で14歳と9ヶ月のレントゲンですね。非常に早いって説明になります。体が全部14歳と9ヶ月だった場合どうなるかというと、183とか184に向かうよって説
明になってくるので、やっぱりこういったところに向かうんだなっていうのはだん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 分かってきたと思います。グラフ上でこっちに行くことはどうやらなさそうだと、真下に行くのもどうやらなさそうだ、こちら側に行くよというと説明だと、ただどの程度こちら側に行くのかについてはまだ議論が必要だねというところになります。じゃあここからレントゲン説明していきたいと思います。はい、それではですね、今回もレントゲンの方説明していきたいと思います。こういった年齢だと指の先を見ていきますよということで、今回が指の先がね、もう骨盤が閉じてしまっているという表現になってきます。この中指のね、ここの中節骨って言うんですけど、ここに関しては端っこがわずかに残ってるねっていう説明から、ここが15歳にはまだ至ってないという説明になってきます。次ですね、ここの部分ですね、ここも同じなんですけど、ここが空いてる時点で15歳未満という判定になってくるので、今回は14歳で9ヶ月で評価をしていますけども、もう少し甘く見てもいいかもしれない。ここも空いてますのでね、まあ、こういったところは、まあ、閉じてるかなと、ここも閉じてるかなってところで、決してですね、若いとは言えないんですけども、15歳0ヶ月ではないですよね、説明ですね。15歳0ヶ月の場合ですと、ここの頭骨の部分と尺骨の部分しか空いてないという説明になりますので、今回そういった意味で14歳9ヶ月というふうに評価していますけど、今ねこう1年後でもう一回見てますけど、今見るともうちょっとだけ優しくしてもいいかな、14歳6ヶ月ぐらいでもいいかなと思います。ただ現状ね、この子は13歳と11ヶ月の初心児ですので、早熟であることは変わりないという説明で間違いないと思います。はい、ということでね、初心児の時は私14歳で9ヶ月と評価してますけど、今見ると6から9ヶ月もうちょっと優しく見てもいいかなって印象になります。成長シートをね、仮に14歳と9ヶ月これ間違ってますね、この表ね。14歳と9ヶ月だった場合は、ここにプロットされるので184と 184.5 ぐらいに向かうよと説明、15歳と3ヶ月という評価であれば 180.3 とか184ぐらいのペースと、さらに14歳と6ヶ月だった場合185とか 185.5 ですよと説明になってきますので、まあ、だんだんだん見えてきたなっていうところになると思います。まあ、ここまでいかないでしょうと、ここら辺がいいんじゃないというところで、先ほどね半減率で計算した時の場合の計算が 185.3 でしたので、やっぱりそこら辺が、ね、すごく妥当性が高いのがだんだん見えてくるような形になります。次は春季症状ですねってことです。この方も春季症状忘れちゃったってことで、この辺は不明ってところになります。ただこういったデータから見させていただくと、こういったところにおそらく春季症状が、始まったというふうに考えるのは私妥当だと思います。春季が始まるとこういう大きく右にシフトするというのはよく見られる傾向になります。ですのでこの方に関しては春季が始まったおそらく11歳ぐらいなのかなって考えると、少しやっぱり早めというふうに考えるのが妥当だと思います。で春季症状はこれ11歳0ヶ月で陰毛が入るとすごい早いと、声変わりね、ここが一番分かりやすいですね。皆さんぜひチェックされてください。12歳未満と早熟って表現でいいと思います。15歳以上で晩熟って書いてあるんだけど、まあ、実際問題13歳超えてで声変わりしてれば、まあ、少し晩熟でいいんじゃないかなという気もします。まあ、14歳以上であればほぼ間違いなく確定だと思うので、まあ、この時のデータちょっと厳しいですけども、まあ、それぐらいで考えていただくと無難だと思います。次、遺伝身長ということで、お父さんの身長とお母さんの身長と13割にしてみると、今回で177になってとこですね。まあ、そういう意味ですごく高い身長で推移されてるんだなというのは、ここからよくわかります。じゃあ、それらを踏まえると何センチになりますかというふうに言われればなんだけども、私の去年の時点だと、これ181.8から184.5って、少し厳しめのデータで出してるんですけど、私今見るともうちょっと優しいデータかなってところで、今見ると184から185.5ぐらい。昨年の私と今の私だと少しここら辺が考え方が違う部分が、多少あるのかなと、こうやって言うと骨年齢の評価が前回と私今だいぶ、今回違ったところが最終結果の違いになってくるかなというふうに思います。ただこういうふうに、まあ、この、グラフの形成がいくと、確かにこういったところに行く可能性もゼロじゃないと思うので、そこら辺も十分注意していく必要があるかなと思います。けどやっぱり行く可能性もやっぱ 181.5 から 185.5 かな、まあ、こうやって考えると1年前と同じか、まあ、ただ 1.5 と 4.5 だとこっちの 4.5 よりというか 5.5 よりというか、そういった可能性が高いんじゃないかなというところはちょっと上振れ要素になってくるのかなという説明だと思います。それでは採血の方見ますよとか ALP とか見ましょうねとかで、この子の場合だと ALP が206っていう数字ですね。まあ皆さんも大丈夫かな ALP ね。車がどれだけ走りますかって質問を受けて、速さが時間だよと、それに対して身長どれだけ伸びますかって質問を受けて ALP かける骨年齢だよと、だ時間に該当するのは今回14歳と、まあ、6ヶ月から9ヶ月ぐらいかなってことですね。速さに該当するのは ALP ってところ、ここが、206ってところですね。500以上ではすごく伸びてると、350で成長期、175以下だともうダメだよと、113完全にダメだよと、だから×三角丸20までよくこんな表現がついたと。今回に関して言うと、まあどうでしょうね、175以下ではないので、まあ、完全にすぐ止まるっていうわけではないので、まだちょっと伸びてるでしょう。ただぐんぐん伸びてる時期じゃないよねっていうのが分かるので、まあ、さっきお伝えした数字が、まあ、比較的妥当でしょうという説明だと思います。今回ね、男性ホルモンの値が、4.18 ということで完全に大人の値ですねとかですね。13歳と11ヶ月でほとんどはもう完全にね、男性ホルモンと大人の値になってるんですよね。こういったのはもしかしたら皆さんからすると意外かもしれません。亜鉛に関して言うと、69と低いですね。こういったのを上げるといいですよとかですね。次、鉄、まあ、いろんな項目で見ますけども TIBC とかそういったのを見ますけど、この方が371で、これ少し高くなってね、こういったのも補充対象という表現になってきます。ビタミンの D、こちらも 25.4 ということで、こちらも40以上ね、栄養補充療法で目指していきますよという説明になりますね。まあ、栄養補充やったりとかするとより一層伸ばしたりとかですのはよくわかると思います。
それで今回簡単に治療の様子について説明していきたいと思います。現在予測としては 181.5、まあ、185ぐらいかなってそう思うんだけど、まあ、これに対してね、まあ、例えば185に行く可能性高くしたいのかとか、でも180センチでいいのかとか、まあ、いろんな考えだったりとか、もしくは187になりたいとか、そういったところで治療内容が変わってきますよって説明です。治療内容としてはですね、成長ホルモン補充法、毎注射打っていくような治療とか、飲み薬ですね、今回だとプリモボランというのが適用になってくると思います。あと栄養補充していったりだとか、そういった治療によって身長が乗せすることができます。で、成長ホルモンね、例えば今回のケースやると、ね、すごい実際 の診療であればね、すごい大量の量の説明をこういうふうに、論文を使いながら行っていきます。大事なところだけ今回ね、動画なのでピックアップして説明していきたいと思います。でこうやって見てもプラス、まあ、今からだと、まあ、1から、まあ、最大限で4センチぐらいいっちゃうかもしれないけど、まあ、かっこ4センチって感じかなってことで、まあ、2、3センチぐらいの上乗せで頑張りましょうねっていう時期ですね。まあ、というのも治療期間遅いからこういった数字ですよね。治療期間早い時期だとプラス3から7センチぐらい上乗せすることはできると私は思います。まあ、こういった治療やると上乗せできるよと。あとこういうプリモボランと飲み薬ですね、こういったのやってもプラス1センチか2センチぐらいできるかなっていうところなので、まあ、こういったの合わせて3センチか4センチ、まあ、場合によっては、ね、5センチぐらい、5センチはなかなか厳しいかなと思うんですけど、上乗せで言うと、まあ、3、4センチぐらい目指していく。成長ホルモンだったりだとか、こういうプリモボランだったりだとか、あと栄養補充療法ですよね。しっかりと栄養補充していくってところですね。私の方だと論文上ね、明らかに身長を上乗せされているものを皆さんに紹介してますので、そういったのを皆さんにお出ししてますので、まあ、そういうふうに治療していくといいんじゃないかなというふうに思います。実際の治療に関して言うと、成長ホルモン補充法で3ヶ月おきにご出演いただいて、サプリメントとかプリモボランの場合だと4ヶ月おきぐらいに来ていただくことが多いと思います。今後も全身全力、身長に関することを大事にしていきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。